お腹がへこむプランク、一緒にやっていきましょう。まずスマホは顔の前に置きます。手足を肩幅にします。この状態でつま先を立てましょう。体を持ち上げます。できるだけ腰を丸めます。この状態で膝を交互について20秒です。スタート。交互に膝をつくので無理なくね、腰を痛めず行うことができるメニューです。息をできるだけ長く吐いてください。あんまり頑張りすぎるとね、腰痛めたらいけないんで、マイペースでいきましょう。はい、OK です。今度は体を持ち上げて膝を曲げます。このまま体を左右に振ってウエストを鍛えていきます。いきましょう、スタート。早く動かすよりはゆっくりね、横っ腹を効かすようなイメージでぐーっと倒したら横っ腹にね、ストレッチかかるのが分かると思います。一回ずつ息吐いて、ふーふー、お尻をしっかり締めてくださいね。はい、 OK です。今度は足の甲を倒してお腹を持ち上げて、お尻をキュッキュッと締めたり緩めたりします。スタート。これ息を吐きながらふーっとお尻を締めて緩める。これを繰り返していきます。腹筋を鍛えながら体幹を鍛えることができてます。お尻を締める力が強いほどお腹周りに効きます。もし骨盤がね、こうグッと動かない場合はね、お尻を締める意識だけでもいいです。マイペースでいきましょう。はい、 OK。 今度は四つん這いで少し手を前に置きます。このままお尻を締めながら体をグッとまっすぐにします。いきましょう、スタート。お尻を締めながらぐーっと体をまっすぐにする。呼吸も合わせて、これで腹横筋というね、お腹を引っ込める筋肉が鍛えられています。お腹がへこめば姿勢が良くなりますからね。はい、 OK です。このうつ伏せの状態から肘をつきます。ここから胸をぐーっと張ったら休みます。ぐーっと胸張ったら休む。体の前側がね、硬くなったり丸まったりすると姿勢が崩れます。ですのでしっかり胸を張るというね、運動結構大事です。ぐーっと胸張りながら背中反らせます。少し、よし、 OK。 今度は肘ついて膝ついてお尻を締めて、このままキープ、頑張っていきましょう。ぐーっと頑張っていきましょう。もしね、お腹の力が弱くなった気がしたら休んでください。絶対にやらないといけないことはないです。自分のペースで、自分ができる範囲で、自分が無理なくね、やっていくことが大事です。人のペースに合わさなくていいですからね。自分のペースでできる範囲でいきましょう。ぐーっとお尻締めて、よし、 OK。 よくできました。はい、今度はそのままうつ伏せ、お尻を振ってください。スタート。これでね、お尻、腰、お腹周りをね、ちょっと筋肉を緩めますね。結構プランクがね、腰に痛める可能性があるので、無理してたらね、やっぱり次の日腰なんか違和感あるなっていう感じが出ますから、このようにね、腰をね、その都度都度振るといいですね。よし、 OK。 それではラスト、ラストは手足肩幅、つま先立ちで体を持ち上げる。ここでできればね、お尻を少しね、締めたり緩めたりしてみてください。難しい場合は止まっとくだけでいいです。いきましょう、ラスト30、頑張って。お尻をね、キュッキュッキュッ
つらい場合はね、15秒で休んでください。この腰を振ることでお腹に毎回力がね、入り直します。ですので、止まっとくプランクよりね、数倍お腹に効きますからね。OK! よくできました。頑張ってできた人、コメントで教えて。